日本カーリング選手権大会第35回日本カーリング選手権大会第35回日本カーリング選手権大会は2018年1月28日から2月4日にかけて北海道名寄市の北海道立サンピラーパークで開催された日本カーリング選手権大会である。今大会は日本カーリング協会の方針により2018年ピョンチャンオリンピックに 日本代表として出場する SC 軽井沢クラブとロコソラーレは不参加。前年度優勝チーム、開催地推薦、各ブロック予選を兼ねた大会で勝ち抜いた9チームが出場。男子優勝チームは2018年3月31日からアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される2018年世界男子カーリング選手権大会女子優勝チームは 2018年3月17日からカナダ・オンタリオ州ノース・ベイで開催される2018年世界女子カーリング選手権大会へ日本代表として出場する。男子はチーム祝い、女子はチーム富士急が共に初優勝を飾った。なお、今大会から3位決定戦は行わず、準決勝敗退チームが自動的に3位となる。勝率直接対決の勝敗。 DSC1VS22 月3日9時30分 3VS42 月3日9時30分準決勝2月3日15時決勝2月4日10時 1VS22 月3日9時30分 3VS42 月3日9時30分準決勝2月3日15時決勝2月4日14時30分ありがとうございます